まのちです。よろしくお願いします。スター発掘柳町に立つ物語。いやまあ、残り4試合で、レギュラーシーズン終了というところまで進めました。今現在の成績、はい、ちょっと4割は難しいかなと。ただ思ったよりも打率は下がんなかったかなという感じではあるんですよね。200本安打は達成しました。200本安打達成するところちょっと動画撮りたいなとかもいろいろ考えたんですけども、まあ、やっていく中で、まあ、ちょっとそこを取っちゃうと変に中途半端になっちゃいそうだなみたいな、まあ、もろもろあって、まあ、結果こういう感じでございます。んでね、まあ、最近今日のノルマみたいな決めてるんですけども、まあ、ヒット何本盗塁何本みたいな感じで決めてるんですけども、今日に関してはちょっと打点をちょっと取りたいなと思ってまして、まあ、今現在まあトップではあるんですけども、ですね、打点、はい、浅村選手と1打点差なんですよね。はい、というところでちょっとまあ今日の目標は打点王にしたいなと思います。令和最初の三冠王なりましょう。はい、まあちょっともう打率ホームランはね、まあもうほぼほぼ確定だと思うので、はい、そこを目指して、そこを今日のノルマにしたいなと思っております。コメント読んでいきましょう。宮西さんの成績気になる。月間の MVP のことだとは思うんですけども、防御率 1.69 の、4勝0敗、勝ち星上げてたんですね。今年は柳町くんも含めてルーキーの開幕1軍多いみたいです。やっぱりなんだろう、その今シーズン、コロナの影響で開幕ずれたじゃん。やっぱり調整の難しさってあると思うんだけども、ルーキーに関してはその調整の難しさってまあないじゃん。だって知らないわけで、本来のその開幕を。だから調子というかその調整というか、あんまり左右されなかったのがでかかったのかな、わかんないけど、まあ頑張ってほしいですね。まあね、はいはい。あのっちが山張った時大抵いい当たり出ない説。まあ、山張るっていう判断した時点でやっぱそのピッチャーについていけてないからだろうね。真面目に答えちゃった。次回の企画から真面目に見るので、どうかコメントの方を読んでください。僕の豆腐メンタルが持ちません。そんなに俺がコメント読むことにメンタル左右されるんだね。雨の頭とキノコ、どっちの方がより的確な表現だと思われますか？キノコ。6月18日誕生日です、祝ってください。Happy birthday to you。 マノッチ、そもそもジャストのタイミングを分かってるかというコメントをねいただいたんですけど、分かってるんだよ。信じられないかもしれない。もうこのコメントが来た時点で信じられないかもしれないけど、分かってんの。分かってて対応できないから困ってるっていう感じ。プロスピの投手って調子で球速変わるんですか？投手データの球速は絶好調でしか出せないんですかね？変わると思いますよ。変わります。はい、で多分絶好調でしか出せないんじゃない、好調でも出んのかな、全力投球すら出んのかな。とりあえず、調子悪ければ、まあ、その分球速は下がります。給付金届きました。届いたはず。全然、まあ、俺は関与してないんで分かんないですけど、届いたはずです。マノッチって筋トレしてるの？超筋トレオタクのワイからすると気になるところ、プロテイン飲んだりしてんのかな？全然プロテインとかも飲んだりしてないし、ガチガチな感じではないですよ。うん、なんか肩の筋肉鍛えてみたいな、どうやんのかなで調べてそれやってみたりとかで、筋肉痛になってたら、あ、気持ちがいいなみたいな、その程度ですよ。だから食事とかも気をつけてはいるけど、やっぱ食べちゃうしね。だから全然そのガチ勢とかの筋トレのやつではないです。柳町メモ。開幕一軍決定について、入団当初から目指してきたところなので、まず一区切りではないですが、選ばれたことは嬉しく思いますと口にした上で、一軍に残ってしっかり勝利に貢献することを目標にしたい。偉大な先輩たちがいる中で、どのような出され方をするか分かりませんが、出された場面場面でしっかりと考えながら自分にできることをやっていきたいですと今後の目標を語った。いやー、頑張ってもらいたいですよね。まあ、いつだかの柳町メモで、
開幕一軍とか、まあ、その一軍入りを目指すみたいなことをなんか言ってたと思うんですけども、まずまあそこが叶って、でまあ次のステップに進んだというところだと思うんですけども、まあね、まあ俺はそうなんだけど、まあ俺は日ハムファンで、だけど柳町達っていうその人物の結果がやっぱ気になるんだよね。なんかそういう方も何人かちらほら出てくるのかなとはな気はしてるし、ちょっとね頑張ってもらいたいですね。スターになってもらいたいですね。スターになった時にはサインが欲しいな柳町くんのサインが欲しいな。リーグ優勝もまだね決まってないので、まあ、この動画中で決まるという感じでございます。よしやっていきましょうか。難易度は変わらずです。ミドルスピード、ずっと強い相手のと一緒でございます。よし行こう、打点をなろう。はい、頑張りましょう。そういえば昨日、アップデート入ったんですけども、何も反映はさせませんでした。まあもう終わりも近い企画なんでね、その方がいいかなということで。いやというか塩川くんなきつそうだな。まずはライオンズの先発塩川、メットライフドームの勝ってんねルーキー。変化球がすげえんだよな。でストレートも速いでしょ。あ、不調か。スライダーフォークがな。よっしゃ打点稼ぐぞ。初球空振りです。まあね、打点がねそのまま勝利にもつながるわけでね。低めの変化球は決まりません。よし空振りになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。変化球くんなよ。打ちました痛烈。いやまあ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 、源田君元気てかチームが勝たないことにはだよね。なんだバントか、何来るバントかな、来ないね。バッターボックスには柳町、まあ、状況的にはエンドランも考えられますね。さあ仕掛けてくるでしょうか。さあ2球目は何か。バント、うわ打ち上げてしまいました送りました。送りバント、おやマノッチバント失敗はあんまないよ。打点上げたい。さあ外野までは、外野までは行きたい。まあライオンズバッテリーとしてはここは踏ん張りどころでしょうね。さあ一打同点という場面です。今のはよく見ましたね。外野まで持ってきたいな。ストレートいいボールでしたが外れています。変化球打った、高いバウンドになった、セカンドが抑えた。これ打点入るよね。一塁アウト。打点だよね、打点だよね、ね打点だよね打点になるよね今のね。なんない、あなるよね、なるよね。打順はトップに帰って柳町、先ほどの打席で一時同点となる打点を挙げています。まずはワンアウトを取っています。大きく外れました。てかチームが固めるのはまずいぞ。内へ持ってきましたが外れました。いえいおおおおおお源田、源田君くっそ、ここは送球が間に合っています。うん、そう、あ、惜しい。西武ライオンズが僅差で勝利。まあちょっとチームは勝てなかったけど、まあ1打点 OK としましょうか。どうしよう、途中経過見る。最後に見よっか。宮川くんか。ちょっと球速ない選手来てほしいんだけどな。156ぐらい投げるよね確かね。苦手だな苦手だな。メットライフドームです。いやまあ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 、ただ同期としてね。まずは今多分打点が映ったよね、なんかパッと見えたけども多分1位だった。158も出んのか。なるほどね。いやーちょっと宮川君がホームランね、俺の中でちょっと現実味がなさすぎるからランナー出てほしいですね。これが1球目、初球ボール、次が2球目、
ボールになります。ボール先行です。うわインサイド見送っています。147キロ。うわ早いな。ツーボールツーストライクです。あちょっと手に負えない。いやてかセーブ強くね。3回の表チーム勝たないことにはさ1番から始まります。バッターは柳町。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。ちょこちょこ放ってて、ね、カットボールかな。あれが狙い目かな。ライオンズリードで迎える3回です。4球目は何で来るか。それだね。それが多分狙い目な気がする。ナイスボール、はい、アウトコース空振りストライク。スリーボールツーストライク。いいました。ここはフライになっています。掘ってワンアウトです。いやソフトバンク頑張ってマジ。ちょっとランナー溜めよう。うわきついね。打順は1番に帰ります。バッター柳町。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。あそんなフォークマン。ゲッツー崩れでランナー残りました。切れてますよね。アウトローの変化球キレがあります。やばいキッズ本当にまずい。今日まずいぞ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 。いやセーブ強い。 俺がどうのって話でもない。これは打順はトップに帰って柳町。やっとピッチャー変わったと言っても球速いだろ。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。フォアボールのランナーが出ています。一応強振でいきますか。外のボールここは150キロを超えてきます。ファウルになります。これが4球目。打ちました。サード取った。セカンド送球走れ。セカンドホースアウト。一塁送球アウト。ダブルプレー。試合をまあちょっと切り替えようというか楽天どうなってんの。楽天が気になる。うわーやばい。ちょっとドーピングするわ。球界情報で見よっか。勝たなきゃだよ勝たなきゃだよ。これはまたアイテム買っとかないとな。ちょっとマノッチ調子、あ、サチヤくんはちょっと得意なピッチャーですよ。マノッチあんま調子よくないね。いやただまあここでサチヤくんであれば俺の中でまあ得意なピッチャーとしてあるから、ちょっとまあ結果残して福岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。調子上げていきたいよね。日さん初回柳町が打席に入る。見えちゃった。打点一緒か。ブラッシュ選手も来てるんじゃん。よし最初は変化球できました。変化球がインコースに決まります。高め空振りです。ワンボールツーストライク。高めのボール入れ。伸びていく。どうだ。よしオッケー。オッケー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 。よしよよよよよよ。やっぱ得意なピッチャーよ。ホークス1点を先制しました。1対0。いや早い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい。ベンチではチームメートに迎えられ、あーつー今のバッティングご覧いただきましょう。いきなりの先制。まずチームが勝つことよ。そして打点を上げていくことよ。早い回に先制したということでバッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。ではそのあたり注目。いやカーブすくい上げた。福田が抑えています。ワンアウト。ランナーたまんねえかな。ランナーいる状態でちょっと幸也君の勝負したい。バッター柳町今日はホームランを放っています。山崎まずは先頭バッターを打ち取っています。
高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、どうしようかな。ワンアウトランナー1塁です。さあ1塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは上林、遊ぶ余裕あるっちゃあるのかな。ただリーグ優勝のこと考えるとあんまり遊びたく、遊ぶの危険っちゃ危険だよね。動いてくるでしょうか。まあ向こうは閉鎖を狙っていると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、あ、いけない。バッターは何を待っているか。まあ盗塁するならキャッチャーの肩を計算。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト。いや、まあ、しかない。盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。まあ基本的に俺の盗塁は足引っ張るから。うわー、ちょっと待って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 、打つしかない打つしかない。バファローズ、海田くん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 、バッターボックスには柳町。エンドランなんかを仕掛けても面白い場面ではありますね。さあ仕掛けてくるでしょうか。このゼロパーは狙えるのかな。まあストレートはまず来ないとしてってことはもう140キロ以下の球しか来ないぐらいの感覚でいいよね。フォークとカーブの変化量次第だな。これが初球、初球大きく外れています。ここは絶対に変化球だぞ。ボール先行、うん、ランナー動いてくるか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。いや、まあまあまあヒットにはなるでしょ。よし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 。センター前ヒット、これで3安打猛打賞。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。さあこの終盤一塁にランナーを置いています。いや、まあもうちょっとホームラン難しいピッチャーだと思うんですよね、俺的にはね。なんでもうストレートだよね。ストレート狙って流し打ちでつなぐしかないね。ランナー動きませんね。いや本当に143しか出てない、もっと出てない。球威があるからかな、すげえ速く感じる。考えなきゃいけないということと、そして自分のスタートのタイミングというのも考えなければいけないですよね。さあそんな中きっちり走ってくるんでしょうか。無理無理、今の無理なってしまいました。西さん、やはり楽天優勝してない？大丈夫？打点も気になるけどね。優勝逃す明日はシーズファーストですね。ファーストぐらいですね。よし、まあもうこうなったらもう打点狙っていこう。山岡くんちょっときついけども調子も悪そうだし、何とかしましょうよ、何とかしましょう。今は猛打賞福岡ヤフオクで多分俺の調子もちょっと上がってるでしょう。西さん、シーズン最初バッターは柳町。うわー何もかもがダメな方向に行ってる気がする。いや、まだわからん、まだ1試合残ってるから、はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。2球目は何で来るか。なんとかするよ。いいところを決めましたね。インローへキレのある変化球が決まっています。やばいな。山岡君変わってくんねえか。もっかい幸也君出さないか。まあでも守りに入らないでね、どんどん攻めてほしいなと思いますね。ではそのあたり注目していきましょう。まあ今のはよく見ましたよね。ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。ファウルになります。ボールカウントは2ボール1ストライクです。変化球タイミング合いません。2ボール2ストライクと追い込んでいます。頑張れ。インコース、いや、まあもう強振は強振だよ。3ボール2ストライクです。ホームランで打点上げるしかない。よく見極めました。
まあ、ピッチャー牽制がうまいですから気をつけないといけませんね。あ、そうですね。視聴率スペシャルしようか。ごめん、いけん。バントの構えを見せてきました。これが2球目。バント指示から1点スイングしてきました。もう1球牽制球。いや、どうせな、どうせな、盗塁ぐらい決めたいな。しつこく牽制を決めます。上手がアウトだ。1塁アウト。いや、ダメだ。ダメな回来た。いや、まだわからん、まだわからんて、まだわからんて、全然ランナーたまんねんだよ。よし、行くぞ。最低でも1打点もあげないと打点もないわけで。今日の先発ピッチャーはホークスがシーノ、そしてバファローズが山岡、この2人の投げ合いとなっています。頑張れよ。高め空振り、ワンボールツーストライクです。最低でも1打点。いやー、停電。三振です。まだ山岡君、ランナーどうしたの。8回の裏に入りました。ソフトバンクホークス打順よく全然溜まってくんないね。柳町がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、いや、向こうも疲れてる、球速持ちに倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。これマジ、マジで、ね、マジでホームラン狙うしかない。高めの球、どうせなら打点王の可能性残してこの試合終えたいじゃん。楽しみがなくなるじゃん。こんなもんだ、こんなもんだ。もう切り替え、切り替え、切り替え、もう切り替えて、シーズン臨もうね。もうダメな日だった。まあダメな日だった。まあまあまあ仕方ないですね。俺なんで西田選手やってたのかな。特に欲しい能力はないんだけども、なんでだろう。とりあえずやることないし開けとくわ。首位打者、本塁打、最短打、これで 三冠王って、三冠取れば三冠王でしょ。いいかい、三冠王ってことで。いいかい。あれだよね、主にやっぱ首位打者、ホームラン、打点でやっぱ三冠王と言われるよね。なんかそんなイメージが俺の中であるんですけども、一応三冠王でいいですか。まあ残念でしたね。明日西武戦取りましょう。いやー、リーグ優勝もできなければ打点王もできない。なんか全部楽天に抜かれたな。多分打点王浅村選手かブラッシュ選手かでしょ。どっちにしろ楽天だもんな。まあ仕方ないですね。はい、ということで明日から CS 頑張りましょう。終わり、バイバイ。